ラソニックは、中華民国の台南市に本社を置く、長富電気工師によって1980年代から1990年代半ばにかけて製造された、ラジオカセットなどの家電製品を及びその商標。ラジカセの他にも DVD ホームシアターシステム、テレビ、DVD プレイヤー、CD プレイヤー、FM ラジオ、スピーカー、また近年では、MP3、MP4 プレイヤー、 デジタルフォトフレームもラソニックの商標で販売されている。1978年、長富鍵電気講師として創業、アメリカ合衆国カリフォルニア州、アーウィンデールに本社を構えるラソニックエレクトロニクスに製品を輸出し、ポータブルオーディオビジネスを開始した。ラソニックの商標はこの時に制定され、2011年にロゴが改められた。2008年、 ラゾニックエレクトロニクス Y931 を発表したが2011年にはイギリスのファッションデザイナーポール・スミスとのコラボレーションにより白い筐体にカラフルなボタンを備えたモデルを発売した。2013年ラゾニックはアメリカ有名アーティストラモア・シュプリームデザインのストリートウェアブランドであるミシュカ・ NYC とのコラボ商品を発売した。 trc-931 は2010年アメリカのコメディグループザ・ロンデー・アイランドのブームボックスミュージックビデオに登場した trc-931 は2006年のアメリカ映画クラークスにバーガーショップ戦記に登場した trc-931 はイギリスの歌手シェールロイドのスワッカー・ジャガーミュージックビデオに登場した trc-931 は1998年アメリカのヘビーメタルバンドコーンのガットザライフミュージックビデオに登場した。ありがとうございます。